ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・テレビジョン、ディズニー・チャンネル・ワールド・ワイド・ディズニー・ X ・ D、ビズ・メディア・サンフランシスコ本社に掲げられたナルト、ナルト、疾風デンの看板ナルト・ナルト、疾風デン、ディズニー・ X ・ D で放送中ナルトドットビズドットコム、ディズニー・ X ・ D は、ウォルト・ディズニー・カンパニー参加のウォルト・ディズニー・テレビジョンが、アメリカなどの世界各国で運営している。 エンターテイメント専門チャンネルである。ディズニーチャンネルに次ぐ二つ目のディズニー作品向けの専門チャンネルで、主に男子児童をターゲットとしている。2009年にトゥーンディズニーからリニューアルした。日本では宣伝時にドラマ、アニメ、映画、ディズニー XD というフレーズを用いており、キャッチコピーは自分を超えろ。また、 毎日6時を起点とする24時間放送を行っている。ディズニーチャンネルがディズニーの発表作品を中心に編成しているのに対して当チャンネルでは日本で制作されたアニメ作品やその他の幅広いジャンルの番組も積極的に放送している。ただし日本制作のアニメ作品の次回予告おまけコーナーなど本編以外は放送されない。このため チャンネルとしてのジャンル分けでは、エンターテインメントに分類されることが多い。日本ではスカパー、プレミアムサービス、ケーブルテレビなどに加入することで視聴することができた。かつてはスカパー、e 2にでも放送していたが、2012年9月30日、ディズニー・ジュニアの開局に伴いスカパー、e 2にでの放送を終了したでの提供を終了。 2013年6月30日、スカパー。プレミアムサービス校にて、標準画質放送を終了し、翌日より、ハイビジョン放送を開始した。2014年5月31日、スカパー。プレミアムサービスにて、標準画質放送を終了し、ハイビジョン放送に完全移行した。2015年9月1日一時をもって、JCOM にて、 標準画質放送を終了し、ハイビジョン放送に完全移行した。2016年1月1日より、チャンネル名称を、ディズニー XD ギャグアニメマーベルヒーローに変更。2016年3月1日、ディズニー XD のチャンネルロゴがリニューアルになったことに、伴い、これからの映画ラインナップは廃止された。2016年12月1日、 スカパープレミアムサービスの衛星一般放送事業者がスカパーブロードキャスティングからスカパーエンターテイメントに変更2018年10月1日よりチャンネル名称がディズニー XD に戻った2020年10月13日ウォルトディズニージャパンは本チャンネルの放送を2021年1月31日で終了することを発表し 一部の番組はディズニーチャンネルに移行すると11月16日に発表した。日本での最終日にあたる2021年1月31日は6時よりオリジナルアニメーションピクルスとピーナッツの一挙放送を実施した。そして終了間際にはエンディングのコーナーと題し2009年の開局から一貫して番宣ナレーションを務めた。 松本光大らによる、ナレーションブースからの進行のもと、これまで放送された作品を振り返る、特別クロージングを放送して好きな番組を、アーロン・ストーン・ジーク・アンドルーサー爆音家族、クラッシュ・トバーンスティーン、ザ・ペンギンズ爆笑シアター・パコン・マーベルシリーズ、スター・ウォーズシリーズポケット・モンスター・ダイヤモンド・パール、ユーン君が行く団地ともをメジャーの順で発表し、全身チャンネルの、 トゥーンディズニーから数えて15年2ヶ月間の歴史に幕を閉じた。また、このコーナーでは、ディズニー XD の様々なアニメーション作品で、吹き替えを担当した多たの傭兵からのコメントも放送されたものの、全身チャンネルのトゥーンディズニー、ジェティックスについて触れられることはなかった。50音順に列挙。なお、オフしたものは、 トゥーンディズニーより解消する前から引き続き放送されている。オフしたものはディズニーチャンネルの移動番組、もしくはディズニーチャンネルやディズニージュニアとの共同放送番組。ディズニーチャンネルでも放送されているディズニー365以外は当チャンネルの曲名の解消に伴ってディズニーチャンネルから移行してきたものである。ありがとうございます。